もご利用いただき誠にありがとうございます。ワンピースをご依頼いただいております。白いワンピースですね。綿 100% の、白いワンピースになるんですけれども、シミの付着状況なんですが、シミといいますか全体的に同じように黄ばんでいる状態が見られます。画像でははっきり捉えられないとは思いますが、肉眼ではよくわかります。はい、ちょっとね、はい、ブラックライトを照射してみますと、はい、このように色の段差が出ている部分がたくさんあるんですけれども、特に下半身に集中しているような感じですね。はい、そうですね、もちろん全体的な汚れによる黄ばみもあるかとは思うんですが、袖口なんか結構汚れてますのでね、もしかしたらというか、蛍光増白剤のムラ付きですね、蛍光増白剤のムラ付きも併発しているような、状況かと思います。もともと白いお品だったのか、ややきなりがかったお品だったのか、ちょっとね、ムラ状になってますので、どちらが本来の状態なのかちょっと判断しかねるところではあるんですが、この辺りがねすごく蛍光増白剤が濃く付着しているような感じがしますので、まあ、おそらくは、蛍光増白剤のムラ付きですね。もともと真っ白というかややきなりがかったお品、まあ、汚れは汚れであるんですが、ややきなりがかったお品に対して蛍光増白剤が必要以上についている状態ですね。状況的にはそうですね、粉末状の洗剤を、粉末状かどうかはまあ分かりませんが、洗剤をまあ直接まあ投入した時にここに集中して付着したか、まあ、そういう状態が考えられますね。全体が黄色いですが、これはもともと白いお品に対して化学物質ですね、薬品によってこのように、黄ばんでいる状況も可能性としてはあるんですけれども、ちょっとまあ判断が難しいところですね。まあでも蛍光増白剤のムラ付きの可能性が濃厚かとは思います。はい、こちらを均等にする作業を実施していきますけれども、どこまで治るかというところですね。どちらかに合わさせていただくことになるかと思います。はい、それでは早速実施させていただきます。はい、ワンピースのシミ抜き完了しております。はい、蛍光増白剤によるトラブルですね。はい、そうですね、均等な白さに、改善することができております。はい、ブラックライトを照射しています。はい、この辺りが、一番、はっきりと付着していた箇所ですけれども、はい、そうですね、まあほぼほぼ均等な状態になっているかと思います。
はい、ご家庭でのね、トラブルということで、まあ、いろいろ、状況が、想像できたんですけれども、一つにはね、蛍光剤白剤入りの、まあ、例えば玉の石鹸のようなもので、シミを取ろうとして、直接こすりつけてしまった、そのような状況も考えられますね。はい、実際にはね、そのついていた蛍光増白剤が、取れているわけではないんですが、そうですね、はい、まあ、染み抜きとあと加工ですね、加工することによって、まあ、新たにね蛍光増白剤を少し加工することによって、今均等な状態になっています。かといって真っ白な状態ではなく、まあ、ややそうですね、肉眼で見ると少し気になりがかったような感じの色で、均等な状態にさせていただいております。元のね、お品の状態というのはちょっとわからないんでね、まあ、今そうですね、この状態が一番、まあ、均等になっていますのでね、はい、まあ、これでお納めさせていただきますけれども、はい、そうですね、キッチンハイターなんかにつけ置いた状況も想定されましたが、その可能性は、低いんではないかと思います。はい、おそらく、蛍光増白剤のね、付着で間違いなかったかとは思います。はい、ご利用いただき誠にありがとうございます。